はい、朝ドラ大好き、まこきたさんです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回は今年の秋10月から新しく放送が開始されます。2023年度後期朝ドラ作品、ブギウギですね。ヒロイン花田鈴子の家族や仲間、生涯のライバルとなる人物のキャスティングと人物像についてNHK 公式より2月に発表がありましたので、少し早めにはなりますが、紹介していきたいと思います。それではよろしくお願いします。はい、それではまずはじめにざっくりと紹介しますと、ヒロイン花田鈴子の両親、そして鈴子がその後入団することになる USK 歌劇団の先輩、同期仲良し3人組、そして後輩ですね。そして生涯のライバルとなる人物について新キャストの発表がありました。はい、それではここからはキャスティングと人物像を詳しく紹介していきたいと思います。まずヒロインの花田鈴子役を演じるのは趣里さんです。そしてヒロインのモチーフとなっているのがブギの女王と呼ばれた歌手で女優の笠木静子さんです。花田鈴子の人物像ですが、大阪の下町の銭湯の看板娘として育ち、小さな頃から歌って踊るのが大好き、道頓堀にある梅丸少女歌劇団 USK に入団します。やがて歌の才能を発揮し始めた鈴子は歌手の道を歩み始め、戦後のスターとなっていく、そういった人物のようですね。この USK のモチーフになっているのは、おそらく笠木静子さんがかつて在籍されていた松竹楽劇部で、現在の OSK 日本歌劇団がモチーフになっているものと思われます。そのような鈴子の父親、花田梅吉役を演じるのは柳葉敏郎さんです。梅吉は香川生まれで、大阪の下町福島に引っ越してきて銭湯を営んでいるようですね。個性豊かな常連客たちの社交の場を作っているようです。映画と芝居とお酒と美味しいものが大好きな道楽者、情に脆い性格で鈴子の夢を応援してくれる、そういった父親のようですね。一方、母親の花田つや役を演じるのは水川あさみさんです。つやもですね、梅吉同様香川生まれで、いつも番台に座っていて働いており、銭湯経営の屋台骨を支えているしっかり者で、義理と人情を大切にしている人物のようですね。子供たちのことを第一に思う優しい母親のようです。はい、歌と踊りが大好きな鈴子がやがて入団することになる USK 歌劇団で出会う人々についてですね。鈴子の先輩、立花葵役を演じるのは翼和樹さんです。朝ドラ初出演のようですね。そして翼和樹さんは笠木静子さんが所属していた松竹楽劇部で、現在の OSK 歌劇団の現役のスターでいらっしゃるということでのキャスティングのようですね。立花葵ですが、道頓堀に新しくできた梅丸少女歌劇団 USK の第一期生で、男役トップスター、迫力ある力強い踊りが得意、新しく入団してきた鈴子たちの教育係となり厳しく指導する、そういった人物のようです。そして鈴子と仲良し同期3人組の一人は白川幸子です。幸子役を演じるのは清水くるみさんで、同じく朝ドラ初出演のようですね。幸子の人物像ですが、 USK 同期入団の娘役、実家が裕福でバレエを習っていたこともあり、鈴子たちより少し実力がある、楽天家で器用さもあり、うまく立ち回ることもできる
妻女のようですね。2人目は桜庭辰巳で、桜庭辰巳役を演じるのは片山由紀さんです。桜庭辰巳の人物像ですが、 USK 同期入団の男役、不器用だが頑張り屋、真面目な性格、貧しい家庭で家業を手伝いながら練習をしている、ポジションが同じ後輩の秋山に実力で抜かれ悩みを抱えている人物のようですね。そして鈴子の後輩で桜庭辰巳のライバルでもある秋山瑞希役を演じるのは伊原立花さんです。秋山瑞希の人物像ですが、鈴子の USK の後輩でライバルの花咲歌劇団から移籍してきた実力派、男役で大人気となるようですね。タップダンスの名手で理想が高く、ショーの質を高めるためには先輩にも物おじせずに意見する、そういった人物のようですね。はい、それでは最後に生涯のライバルとなる人物を紹介して終わりたいと思います。鈴子のライバル歌手、茨田律子役を演じるのは菊池凛子さんです。律子の人物像ですが、律子が歌う別れのブルースをラジオで聞いた鈴子は感銘を受け憧れるようですね。やがて2人は生涯の良きライバルとして、時に競い合い、時に支え合いながら芸能の世界を生きていく、そういった人物のようですね。そんな律子のモチーフになっていると思われるのが淡谷典子さんです。こちらの写真の方が馴染み深いですかね。淡谷典子さんは青森出身のブルースの女王と呼ばれた歌手、一方で笠置シヅ子さんは香川県出身でブギの女王と呼ばれていました。時代もですね、1907年生まれの淡谷典子さんに対して7歳違いの1914年の笠置シヅ子さんということで、ほぼ同じ時代を生きた歌手といっても過言ではないのかなと思います。はい、ということで2023年度後期朝ドラ作品ブギウギ、ヒロイン鈴子役は2022年11月に趣里さんに決まりましたが、今回はヒロインの両親や仲間、生涯のライバルとなる登場人物のキャスティングや人物像が発表されましたので紹介してきました。印象としては実力派の女優さんが多い布陣で、舞い上がれの時とは一変、朝ドラ初出演者は少なめな気がしました。はい、最後までご視聴いただきどうもありがとうございます。それでは次の動画でお会いしましょう。